モノローグ、レトロゲーム実況、ロードランナー。皆さんこんにちは、のりしろ太郎です。私は日頃 Mac を使ってグラフィックデザインを行ったり、企業のパンフレットを制作したり、土偶や土器を作ることもあれば、紙のお家を作ることも、クレイアニメを制作したり、映像制作などを手掛けています。時にはドローンで空撮することもあるんですよ。そんなこんなで私はクリエイティブな毎日を過ごしています。私は最先端のテックやプロダクトにも興味関心を持っていますが、古いものにも関心があります。それらからインスピレーションをたくさん受けています。今日はニューではなく、そんなオールドな内容です。実はレトロゲームを引っ張り出して人生初となるゲーム実況を行ってみようと思っています。ゲームを遊びながら話すなんて器用なことはできそうもありませんが、どうか温かい目でご視聴ください。今日遊んでみるゲーム機は任天堂スイッチではなく、こちらのセガ SC3000。 セガエンタープライズが1983年7月15日に発売したパーソナルコンピュータです。今から41年も前に発売されたパーソナルコンピュータです。当時の価格はなんと29,800円。とても良心的な価格です。ちなみに SC3000 の SC はセガコンピューターの略だそうです。ベーシックカートリッジを差し込むと、ベーシック言語によるプログラミングが楽しめます。ゲームだけでなくプログラミングにも挑戦したいと考えています。今日遊ぶゲームソフトは1984年9月15日にセガから発売された名作ゲーム、ロードランナーです。こちらがカートリッジです。近未来 SF の世界観がワクワクしますね。主人公はハリウッドスターのように2枚目な男です。ウィキペディアの情報によると、ロードランナーはダグラス・E・スミスにより考案され、プロトタイプは1982年アップル2のパソコンで作られ、後に1983年にブローダーバンド社から発売されたアクションパズルゲームです。主人公はロボットをかわしてステージ内にある金塊をすべて回収し脱出するという至ってシンプルな内容です。なおタイトルのロードの綴りは、道を意味するロード、負荷を意味するロードでもなく、鉱脈を意味するロードだそうです。オリジナルの画面比率は4対3ですが、少し横長となる16対9でお送りさせていただきます。それではゲームを始めていきましょう。さあ、それでは、のりしろ太郎人生初の、ゲーム実況、ロードランナーをやってみたいと思います。まず最初に簡単に説明しましょう。一番下の、レンガの上に白い、棒人間がいると思うんですけれども、これが主人公ですね。そして赤い人型のキャラクター、こちらが敵のロボットです。それから、黄色い、四角い塊が金塊。この金塊を、ロボットをかわしながら金塊をすべて回収すると、最上段まで行くはしごが現れます。このはしごを登りきると、このステージはクリアとなります。主人公は、レーザーガンを持っていまして、地面のレンガを掘ることができます。掘った、ところにロボットを入れて、これがセメントのように時間が経つと固まっていくんですね。固まって敵を倒すことができます。金塊は、ロボットも運ぶことができます。という感じですかね。
さあ、それではやっていきましょう。それではスタートです。まず、金貨1個ゲット。さあ、こういう感じで掘るんですよね。死ねるとこの掘ったところにロボットがはまって、セメントのようにこう固まって倒すことができます。倒したロボットはまた時間が経つと復活します。よいしょ、危ない危ない。よし、さあ順調ですね。まあレベル1ですからね、最初のステージで、やられているとちょっと幸先が思いやられますから、ここは難なくクリアしたいところ。よし、順調です。さあ、ここで最後、金塊をすべて取るとはしごが現れます。ここ登り切るとクリアです。よし、行きました。さあレベル2ですね。今度はレベル2になりますと、塗りつぶされた床が登場しますね。これは、まあコンクリートっていうんですかね、掘れないです。掘れないのでロボットを穴に落とすこともできません。さあ、あと一箇所難しいところもあるんですけれども、まあ後ほど解説します。それでは行ってみましょう。さあ、まずはまあここでやられてたらね、金塊1個ゲットです。で、金塊2個3個と順調に取りまして、4個5個、よしよし、順調です。さあ、おっと、やばい。よし、なかなか手強いです。よし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 、いい感じいい感じいい感じです。掘れないところあるから危ないんですよ。よしよし、なんとか。ちょっとこのロボットを、よし、ここです。こう掘って掘って、こういう感じですね。掘ったところにすかさず入る。よし、どうですか、これでステージクリアかな。さあ、レベル2も順調にクリアしました。レベル3ですね。さあ、行ってみましょう。一つステージクリアすると増えるんですね。面7になってますね。面7。さあ、ここは、このステージもなんとかミスなくクリアしたいもの。バーを降りて。よし、いい感じです。さあ、この、金塊ラスト一つですかね。よし、はしご出ました。おー、怖い。動きが読めない。よし、よしよし、来た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 。よし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 。来ましたよ。ギリギリ。よし、ギリギリクリア。さあ、レベル4ですね。いやー、何か難しそうですね。難易度が上がってきました。行ってみましょう。よし、順調です。順調です。危ない。危ない危ない。よしよし。ここは、なんか、どうなのかな？危ないのかな？何か罠があるのか？いや、あそこにロボットが集まってますね。
このコントローラーすごい難しいんですよ、実は。思わぬところに、キーがいっちゃうことあるんですよ。これは危険。くぅ、危ない。よし、よし、よし。これはいったでしょう。これはいったでしょう。おっしょしょし。うわ、危ない。いきました。レベル4も、なかなかうまいですね。うわー、なんか難しそう。よし、行ってみますか。なんか動きが遅く感じる。え、バグ？バグですかね。バグっぽかったですね。よし。難しそうなところも、なんか重いですね、動きが。ちょっと、バグっぽいのもありましたけどね。ロードランナーっていうのはですね、ファミコンにもあったんですよね。ファミコンのロードランナーは、このセガのロードランナーのような、シュールなデザインではなくてですね、もっとカラフルで、キャラクターもアニメチックなものでした。ファミコンのロードランナーも大人気で、当時のちびっ子はもうみんなやってましたね。私はこのセガ版ロードランナーの方が好きです。渋いですからね。おお、これはすり抜け。こういうギミックがあるとは。これでいけるでしょう。よし。こういう落とし穴的なところもあるんですよ。いやー、もう一箇所難しいですね。2個壁の中に埋まってるところがありますね。まあこれも、おっと、これここから登場か。これ来ると危ない。危ない。復活場所も危ないですね。おっと、危ない。あ、ここもこうギリギリだとね、掘れないんですよ。ロボットが近づきすぎると掘れないんですよ。よし。これはいけるでしょ。急いで。ああ、失敗。不覚にも失敗しました。慌てすぎた。いやー、これで私も生き埋めです。とうとう、一人死んじゃいましたけど、気を取り直して、先に難しいところやるかな。先に難しいところやっちゃおう。あ、これもやりたいけど、もういいか。先に難しいところやります。おっと。ここやっちゃおう。よしよし。で、なかなか難易度上がってきてますね。勝負。よしよしよし。いやー、難しい。急にレベルが上がった気がします。いや、ここも危ないな。これ大丈夫かな。いいか、ここで逃げるか。よし。で、それから先にこの金塊を。よし、これで。うわ、危ない危ない。慌てなければいけるはず。よし。おお、来た来た来た、来ましたよ。よし。慎重に行きましょう。うわー、いや
掘れない掘れない、きつい、ここまで来て。まあ気を取り直していきましょう。いやショック、よし、ちょっともうささっとこの辺も行っちゃおうか。いやー、どう考えてもクリアだと思ったのに。これ大丈夫？これダメっしょ。よし。いやー、さっきは惜しいな。危ない危ない。危ない。マジで危ないです。よしよしよし。うぅ。おぉ。またあそこにこのロボット金塊持ってますね。いやー、難易度上がった。レベル5でこの難易度か。よし、ここはよし、順調。あと2つかな。あと2つでクリアでいいですかね。大丈夫ですかね。いやー、敵の復活場所がちょっと厄介なところから出てくるんですよ。よしよし。おお、1人。あ、うわ、逃げた。うわー、3体もロボット逃げた。固まる瞬間におびき寄せてはめる。これ一体倒してもな、登場する場所が悪いんですよ。よし、これはいける、いける、これはいける。おお、失敗した。落ちてしまった。落ちてしまいました。ショック。よし、いやー、難しい。よし、ここは一気に行きましょう。あんなところから。まずい。まずい。これはまずいですね。いや、倒すのも良くないな。おーっと、すり抜け。やばい、こんなところに来ちゃいました。倒さずにあの辺りを引き寄せてもいいんか。よし、おいい感じ。これはいったでしょう。もう慎重に。よし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 、来ました。これはいける、いける。これはもうムシムシムシ無視です。よし、クリアいきますよ。せーの、で、よし。さあ、レベル6ですね。おお、セガ。これは大変そう。セガの文字です。さあ、行ってみましょう。これどういう、ちょっと A の方から行こうか。おー、すり抜けね。すり抜けなんですね。これやばい。やばい。やばいです。やばい。マジでやばい。うわぁ、これ結構難しいかも。頼んでもダメでしたね。ちょっと、これは難しいわ。なるほど、あんまり、ここで一気に行きましょう。ちょっと、
リーからいくか。おお、こういうこと？お、コントローラーの下を押してしまったのか。お、すり抜け。すり抜けでした。危ない。やばい、追い詰められてきた。ちょっと運任せ。うわー、難しい。難しいです。どうしよう。結構難しい。いやー困りましたね。ちょっとやり方変えよう。ちょっと取るとこ変えますよ。おお、やっちゃった。すり抜き、ここは難しいわ。レベル6。レベル6結構難しい。どうしよう。次 G からいこうかな。よし、おーっと、失敗。あんまり完全に倒さない方がいいのかな。お、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。ちょっと G が失敗しましたからね、さっき。やばい。ロボット。いい感じです。さあ、ちょっと A から行こうか。A から行きましょうか。お、まだいっぱいあるよな。これ危ないパターン。危ないパターンです。ここは難しい。なんとかクリアしたいけど難しい。順番に S から行くか。S から行くか。やっぱり追い詰められると危ないですね。追い詰められると危ない。順番に行こう。よし。感じじゃないですか。ここは、おおっと来た。よし、あのロボットが端っこ行った時に、よし、今だ。よし、S クリア。セガの S クリア。続いて E。おお、これ危ないパターン。これ危ないパターンになってきました。もう掘りまくるか。掘りまくって。よしよしよし。やばいやばいやばい、間に合うか。間に合った。間に合いました。S クリア。よし。次は E です。落とし穴もありますからね。これこれこれ。よしよしよし。よーし、いい感じじゃないですか。よし。E もクリア。セガの E もクリア。続いて G。
落ちたのないか。危ない危ない。よーし。G も結構手、これは今回クリアしたいな。よし。ロボットを分散させて、こう2体穴にはめて、いやー、ここ、あ、やっぱり、やっぱりですか。よし、よし、よし、よし。ここも落とし穴？もしかして。ちょっと、それは避けたいですね。さあ、ちょっと慎重に、落とし穴の可能性、あ、失敗！失敗です。あの G の金塊の取り方ってどうなんですかね。ちょっと降りてみようか。こっから落とし穴もしかして。よし、ロボットをなんとか分散させたい。嫌なとこにいますね。三つで、いけるか。おー、いけない。いやー、これはきつい。これはきつい。今回のはきついな。いや、本当に面白いですよね。今度 A から行くか。A から行きますよ。いやー、これはやばい。ちょっと下の段までロボット来ると厳しいんですよ。これいけるかな。おお、これはやばい。面が1になりました。面じゃなくて満ですね、もう。これは最後の一人。A から行くとき難しいかな。よし。次はもう。おやられた。あ、最後一人いた。最後一人いました。最後の一人はあっけなくゲームオーバー。いやー、ロードランナー、いやー、面白いですね。ちょっとこれデモ画面でも見てみますか。いやー、このもうビットのデザインがね、めちゃくちゃ好きです。動きが結構早いですね。いやー、これシンプルですけど、本当にパズルゲーム的要素もあり、アクション。まあ本当に面白いゲームですね。まあちょっとセガのステージまでしか行けなかったですけど、また挑戦してみたいと思います。また、このセガ SC3000、パーソナルコンピューターを使ってプログラムとかも時間があればやっていきたいなぁなんて考えています。いかがだったでしょうか。セガのゲームパソコン SC3000 で名作ゲームロードランナーを楽しんでみました。シンプルながら奥深くて面白いゲームです。 BGM はありませんが、静寂な世界観で効果音が何ともたまりません。SC3000 以外にもファミコンをはじめいろんなパソコンやゲーム機に移植されています。機会があれば皆さんもロードランナーを楽しんでくださいね。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。のりしろ太郎でした。さようなら。